クラウディウス・ドルニエ・クラウディウス・ドルニエは、ドイツの航空技術者、バイエルンで生まれ、ミュンヘン工科大学を卒業。ツェッペリン飛行船会社に入り、後に、ツェッペリン飛行船会社から独立したツェッペリン・ベルケ・リンダウ社で、飛行艇の開発に従事した。ドルニエ・ドゥーエックスの設計者として有名。ドルニエは、シュバーベン店、ケンプ店で、 フランス人の父とドイツ人の母の子として生まれたミュンヘン工科大学で機械工学を学んだ。1910年にツェッペリン飛行船会社に入社、全金属製公式飛行船の空力研究を行い、社長のツェッペリン博の目に留まり、リンダウに設立されたツェッペリン・リンダウ製作所の所長に任命され、これにより彼の理論に基づいた航空機の設計、 製作にかかった。1916年になると、彼の設計局は、フリードリヒスハーフェンに移動するが、ここで CLI と DI を製作。両機とも金属製応力外皮構造の機体で、DI はさらに、トーションボックス式の型持ち翼、胴体仮面には、落下式造装を採用するとした。第一次世界大戦でドイツが敗戦すると、 フリードリヒスハーフェン近郊のマンチェルにあった元のフリードリヒスハーフェン航空機会社の工場を利用して作業を続けた。この当時ドルニエは金属製航空機のパイオニアとして名高く、後に巧妙を得るハンス・クレム、アレキサンダー・リピッシュ、アドルフ・ロール・バッフリヒャルト・フォークと等を雇用していた。ユンカースとは良きライバルであった。ベルサイユ条約によりドイツは航空機の製作に 大幅な規制があり、これを逃れるために、棒殿湖対岸のスイスのロールシャッハに、組み立て場を借りた。1922年には、イタリア、ピサに、クマッサを設立しどぅ、JR の生産に入った。この頃、ツェッペリン社からの援助が打ち切られ、ドイツの旅客機生産は、フーゴイ・ユンカースに水をあけられていた。ドルニエは、1931年8月27日、 定員160名の巨大飛行艇ルー X で、ブラジル経由での大西洋横断を成功させ、ユンカスとの共争に輸送力の面で勝ったが、定期航路の構築は世界恐慌のために、また飛行機の販売面でも振るわなかった。ありがとうございます。